足を切るのは気持ちだとチームさん。今週で世界の決勝戦、セカンド、タバコ吸い入れる、はい、岡さんの年齢そろり、恵まれた天候の中、実況、体で股間を起こし、死闘の幕開けを告げるリーダー、まもなくなりきります。コンチネンタルスーパーカップ、今、試合開始です。エンドを取ります。フィールドに田中入れる。フォーメーションは352。一方右面の今度はブルーのユニフォーム、日本のディフェンダー。岡さんの年齢そろい。監督はカーリーのイリチャオシル監督。フォーメーションは433。イリチャオシル監督。勝利のためチーム全員の力で戦います。この前に入れてきた。これはキーパー。キーパーからボールが出ます。自分で行くと、ピーナー、ボタン。さあ、突破している、パテン、オーダー、トラック、回していくと、素晴らしいカバリング、ピーカー、ユリオ、ピーナー、中に入れてきた。ワンタン。ついに優勝の栄冠をつかみました。
ービーをブルドッシュ対決。実況、体で股間を駆使します。今チーム総合勝ち点を稼いだ。今、スタートしました。左にエンドするのは、ブルーのユニフォーム、堀安ジャパン。引きますが、カーミュード、ドイツ監督。フォーメーションは、4、5、1。ラレー・シューメット。初出場選手に注目が集まります。右から左に決めるのは、ここで打ってきた！決まった！ゴールです！1対0！元気！ハーラブリッチ！この男が試合を動かした！前半10分、ビッグロックが強引に上がり、攻め込んでいきます。運んでいった。クリア。大きくクリア。バレラ、ボールを入れます。バトラス、奪い返しました。アラブーチ。アラブーチ。バントラック。ソリアーノ。ここは、ロカテル。ロカテル。返します。これはピーチョアイシェイ持っていく、切り込んでいきます。ピーチョこれトリアーノ、ロカテルテクニックを見せます。止めて持ちます。青山、青山、さあ、伊藤持っていく。ここで審判の笛、1対0、前半45分が終了です。今、後半スタートです。そのあと、周りを見て降りて、一人で行く。縦に送りました。ハイエードリブル、上が鳴りました。振り切ったら試合再開です。さあ、堀安ジャパン、マキノ一人で行く。マキノ、イーチョー、ごめん、運んでいった。攻め込んでいく。周りを見たかな。ムロヤ縦に送ります。ソリアーノ、ハイエー、これはキッカー、ボールを出します。イーチョー、柴崎、そして大里、これは抑え、ムロヤ、ボールを出します。頭で合わせた。アラブーチドリブル、アラブーチ打ってきた、入った、ゴールです。後半38分、2対0、キーパー点を仰ぎます。ゴールマウスをこじ開けました。ヒットムリア速さを生かした突破を得意とする。後半40分、さあ、降りて、これはすごいブーイング。ベネスワフリーはここで巻き返したいところ。さあ、ムロヤ、試合終了のホイッスル、2対0。トリアスジャパン、ディフェンス陣、緊張感を切らさず90分間守り抜きました。
エスタディオサンターテ実況川崎トラオフィスです。全チーム総当たりで勝ち点を競う。エンタープライズカップ今スタートしました。左のエンドを取ります。ブルーのユニフォーム森リアスジャマス地球軍はカーリウド小池監督。フォーメーションは3-6-1ユーゴー長友監督も監督するは確実な期待を寄せているのです。右から左に決めるのは白のユニフォーム FC ウォールシティ。フォーメーションは4-4-2-1ドリブル岡田折り返します。ボールを運びサガール右に出す。さあ中島へ中島だ。ここは抑えてシュートを放つ。前半21分キックオフ。ボールを運ぶ。自分で牧野ボールを運びます。中島もこれは4番手でした。早いアプローチ柴崎入れてきた。バットに入りました。右足でシュート。ポストに当たった。ボールを受けて長友もシュートを打ちました。ゴール決まりました。前半42分有効長友も選手たちが駆け寄ります。観客たちも拳を突き上げます。前半44分さあピックオフ。素直ボールを出します。
対ホリアスジャパン。最高のピッチコンディションのエスカービオコールドバー。実況田中哲人がお送りします。ウルフルーズを始めるのはどのチームでしょうか。エンタープライズカップ今スタートしました。グランドエンドを取りますピンクと黒のユニフォームされています。ボーダーションは4-4-2。一方右のエンドを取るのは白のユニフォームオリアスジャパン。監督はカービューの小石監督。フォーメーションは3-6-1。選手たちの調子も悪くなり勝利への期待が高いです。ボールを回します。ドビュッシー、このボールをマグロン横に叩く。抑え奪い返しました。カーナビーチラガトゥモ、ラガトゥモ左から、ラガトゥモムートン、チャンス、ゴール。前半22分、吉野リムート。チャンスを逃しませんでした。完璧なシュートでした。前半24分、キックオフです。モッティ、マグノ。ここは繋ぎます。バナ、ここはボールを運ぶ。横に曲がる中島、周りを見たな中島、ビッグチャンス、右足のシュート、ゴー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 。前半37分、0-2、勝利に近づく1点となるか。完全ガッツポーズ。前半39分、キックオフです。ただこれはフィールド中央、横に上がって、さあ大勢が右に開いて、止めて、ここはここで上の0対2、前半戦が終了しました。後半のキックオフです。アーナビーチ、前へ送りました。青山、後半よく上げそう。いやー、まずこのプレーができたんですね。ボールを投げる青山、シュートを打ちました。わずかに右ビールパス、ハマスの手で神の向こうは鬼のゴール引きが高いです。1-2、観衆の雄たけびが響きます。
1回戦ファーストレース ST アリアン対森安ジャパン最後のピッチコンションで実況このゲームが動きます ST アリアン光栄これほどのビッグマッチこの選手が燃えないわけがありませんコンチデンタルカップ今試合開始です左から右に攻めるのは茶色と黒のユニフォームST アリアンフォーメーションは4-5-1右から左に攻めるのは白のユニフォーム森安ジャパン監督はカービィード小石監督フォーメーションは3-6-1選手たちの調子も悪くて勝利への期待が高いです中央を突破ボールを掴みますバフラック中島ここはつなぎますマウディここはダーロジルルーキー柴サビーフォーメーションラガトーボシュートゴール1点ゴールです前半21分ユーヤ大阪勝利を呼び込む価値あるゴール見せてくれました前半23分キックオフです止めマウンド自分に右からクリア突破していく小一監督何度も指示を出しています柴サビーアラビーチアラビーチ見せてくれますなるほどアラビーチシュートを打ちました止めてマランマラン右から切り込んでいくサカイから大阪メディクボールを出しますここで制作されました0対1ハーフタイムに入りますに相手の攻撃をシャットアウトして勝利しました。